Edition. Edition. 突然ですが、今日から1ヶ月スーパーエディションを担当します。僕たちは誰でしょう。ヒント、こちらを聞いてください。誰だか分かったでしょうか。答えはこの後すぐ。改めまして、今日から1ヶ月スーパーエディションを担当します。せーの、どうもカナブンです。ボーカルギターの谷口真五郎と、ギターの古賀隼人と、ベースの飯田と、ドラムの小泉です。はい、始まりましたよ。俺たちが、これや禁止ワードを言いまくる番組、全部 P になるよ。まず我々カナブンという男子4人組のロックバンドでございまして、大阪出身で東京に上京してからもう1ヶ月半ぐらい、1ヶ月半、1年半、1年半、したてやな、1ヶ月半ってやばいね。1年半ね。もう東京の生活にも慣れ、慣れましたね。まあ2013年一昨年の9月に、メジャーデビューいたしまして、で、まあ、そこから、ああやこやといろんな各フェスや、自分たちのワンマンツアー、地元大阪での野外ワンマンとか、いろんなそういう経験を経て、今に至るというわけでございますけど、よろしくお願いします。カナブン知らない人ももちろんたくさんいますから、じゃあまず、このカナブンっていうふざけた名前の由来をじゃあ古賀から由来ですか。教えて。由来は1分以内に。1分以内に。いや、俺1分以内に収まるかな。それで使う。それで使う。カトゥーンに似てるからです。カトゥーンに似てるから。めっちゃ噛むやん。書いた時にね。カナブンって字面にしたら KNA-BOON。そうそう。真ん中にハイフンも入ってて K から始まるし、N で終わるし。頭の文字と最後の文字が似てたら大体って見間違えるらしいね。そのパッと見ね。そうパッと見。っていう視覚効果を狙った。狙った。いや、そこまで狙って。悪いバンドみたいな。まあでも高校の軽音楽部で僕ら結成して、でその時に。ね、名前を決めるときに15歳ぐらいの僕たちがこれは絶対にいける、成功すると思って、かっこいいと思って、カトゥーンに似てるからという理由でこの名前ですけど、バッチシやね。じゃあ古賀から、まあ先月リリースしました、我々の最新作アルバム「タイム」から1曲じゃあ紹介してください。はい、カナブーンで「タイムアウト」。カナブーンプロデュースカナブーンプロデューススーパーエディション、カナブーンがお送りしています。スーパーエディション、続いてはこのコーナー、カナブーンメンバータコ紹介。ですかこれは。はい、毎回メンバー一人をピックアップ、本人ではなく他の3人がその人について語っていきたいと思います、というコーナーです。なるほどね。はい、初回はもちろんこの人です。大阪府三国ヶ丘ファズ出身、谷口真黒くん。中学2年生の時にマキシマムザホルモンを聴き衝撃を受け、ギターを手に取る。もともとは本や漫画が大好きな坊やだったのだが、現在ではライブの衣装は首元を切らないとキツキツになってしまうほどの筋肉の化身、筋肉ライダー。好きな食べ物はエビ、そして女の子。サンドの飯より女の子が好き。ただ人見知りなのでなかなか友達ができない。そして背丈をすごく気にしている。そんなマグロだが、
作詞作曲を手掛けていて、カナブンを引っ張るリーダー、頼もしいやつなのである。待て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 、おかしいことだらけだ。素晴らしい、素晴らしい。誰が筋肉ライダーやねん。筋肉の化身、化身やねん。あと何より好きな食べ物、女ってゲスすぎる。エビと女ってやばい。俺らそうやな、ミックスされてるから。何やねんこれ、めちゃくちゃな。めっちゃおもろい。冒頭からもう三国側がファズ出身ってやつだから。筋肉ライダーって書いてあるじゃん。俺筋肉の化身って書いてないから。俺ら3人が出した投稿が読んでくれてるから。みんなの、みんなが俺を紹介してくれたのね。筋肉の化身って書いたのは俺やな。やばいな。いやまあ確かに毎回ね、めっちゃおもろいよ。ライブ衣装嫌いなしゃあないけど、うん、いいね。なるほどね。間違ってはないから。間違ってない。何人とって間違ってない。間違ってないけどさ、模型があるやろ。言葉の使い方も。なるほどね。そういうことね。おもろかったな。これまずは俺ってことね。そうですよ。これだから覚えとけよ。俺らが言えば言うほどだから次怖いな。一番最後のやつがめちゃめちゃ言われるってことやな。じゃあマグロについてちょっと喋っていこうか。あ、そうしましょう。なんで俺についてって。マグロがおる前で。俺の前で。最初に会った時とやっぱマグロ変わったなってやっぱ思うとこ多ない。めっちゃ変わったよ。めっちゃ変わったよな。変わった。待って、初めはさ、あの今はさ全然人見知りで全然さ他のバンドで喋りかけるさ、どっちかというとマグロか俺に喋りかけてきたからさ、そう高校の時は。でめっちゃフレンドリーやったイメージあるね。そう。確かに、なんかこう軽音部連盟って言ってまあいろんな軽音が集まる場があるんやけど、そこでもめっちゃ馴染めてた感じはあったよね。俺最初会った時アメコミのヒーローかなと思うぐらいなんかよろしくなみたいな。今はあれって。体格がアメコミのヒーローみたいな。やかましい。判定してる。体格だけ、体格だけ。なんか誰がキャプテンアメリカ。そこまで言ってへんやん。そうね。じゃあこれはでももうほんまに言わしてくれ、デビューしてからよ。音楽の世界の荒波に揉まれてもう誰も信じられへん。なんでこうやって。なんかないの？俺に聞きたいこととかある？まず全部知ってるもん大体。そう、あんま改まってはないよな。タコ紹介やから紹介するのもあるじゃないだから。こんなやつです。人に、そう。だから今まだそのウグイスっぽく紹介された紹介文だけに、ただの女好きな筋肉ライダーみたいなことになってるから。いいとこも知ってるよ。撤回してくれ。いいとこ。ちょっと待って、あるよ、いっぱいあるよ。誰も言わへん。いいところあるよ。いいとこみたいになってる。あれ思い出していろいろね。どう、今までこうデビュー前でもいいよ、デビューしてからでもいいよ。長いよ結構。お、あんの？ある？え、俺はだから。おい、ちょっと待ってよ。本人の前だと照れくさいってのはあれ。これ一回出る程度じゃ。出る程度出ました。いません。出てるやん。いません。出てないやん。いっぱい言ってるやん、マグロのことばっか言って。いや、あね、まあそう、弱音とか文句をあんまり親に言えへんっていうのがすごいいいところやと思ってて、まあそうやな、子が文句ばっか言うからな。言ってないよ。俺がなんで文句言うかな。 なんかそういうとこにすごい気使ってくれてるとことか、なんか俺らが全然追いついてないとこをこうオブラートに包んで注意してくれるとことか、なんかこう俺らを傷つけないようにしてくれてるとこがめっちゃ俺はすごいいいなって思う。ガチャ終わった。ああ終わった終わった。いやおるから恥ずかしいわ。いやまあでも本当にね、こちらこそこんな素敵なメンバーの皆さんに、こがしか言ってない、こがしか言ってない、こがしか言ってない。まあタコ紹介はこんなところで、はい、じゃあ俺自分自身の音楽の話を、自分自身のルーツというか、なるほど。まあ高校でカナブンを結成したけど、その前っていうのはもちろんメンバーとも出会ってなくて、で友達も本当に全然いなくて、まあでも本当ただ一人いた友達って、こう仲いい友達って呼べるようなやつが音楽好きで、でマキシマム・ザ・ホルモン、あのこの間もね、ツアーファイナルに呼んでもらえて共演しましたけど、マキシマム・ザ・ホルモンのロッキンポコロシっていう、アルバムをそいつの友達が聴かせてくれて、でそれでもうなんやこれはっていうビビッと衝撃を受けて、もう音楽の初期衝動ですよ、ロックの初期衝動を与えられて、そこからもう本当に世界が変わって、もう俺はこの道で生きていくっていうことを中学校2年生の時に、そういう出会いがあって、そこからギターを始めて、 でも周りに全然バンド組めるやつもいなくて、で高校に上がって出会ったのが、この人たちっていうね、そういうことでございますけど、じゃあ
僕が音楽を始めるきっかけとなったこの曲を皆さんに聴いていただこうと思います。マキシマムザホルモンロッキンポ殺し。花火プロデューススーパーエディション、スーパーエディション。花火プロデューススーパーエディション、この時間はメールを紹介していきます。はい、はい、じゃあ、うん、俺から行こうかな。はい、どうぞ。はい、ラジオネームチャコさん。チャコさん、いきなりですが、はい、最近付き合い始めた彼と、はい、去年クリスマスを初めて過ごしたんですが、プレゼントを私は彼にお財布をあげましたが、いい、ね、彼はなんと明太子をくれました。明太子好きなんですけど微妙ですよね。こんな彼どう思いますか。バレンタイン、私は彼に何をあげるべきでしょうか。女の子へのプレゼントってどうしてますか。あ、なるほど。明太子は明太子、ね、俺そういうのめっちゃ好きやで、ね、斬新やな、結構面白いギャグなのかどうかな、うん、多分めっちゃでも好き言ってたんやって言ってたから、今かみたいな感じだけど、だからクリスマスに明太子、多分彼氏が好きって食べ物じゃなくてもいいけど、うん、彼氏が好きってやつをチョコでくるんであげたらいいんちゃうんだから、何やろな、包んで、ど、あ、中から出てくるみたいな、中から出てくるみたいな、それ多分喜ぶ。ホイコーローとかやったらどうする。ホイコーロー、彼氏の好きでやけどするって思われてんねんから。なるほどね、面白いやん、面白い、面白い、面白いけど、うん、そうやな、なんか欲しいもんがあったんかもしれない、なちゃこちゃんは、うん、そうやな、何あげるべきやろな、でも、うん、でもなんかさ、身につけるもんとかよりも家になんか保管できるもんとかの方がいいんちゃう。経験談、経験談ちゃうよ、チョコエッグ、チョコエッグとか、チョコエッグ懐かしいね、中にフィギュア入ってるチョコの玉さ、この、まあ、自分でデザイン気に入る気に入らんもあるし、そのなんかつけなあかん感みたいなの出るやん。あ、それはちょっとあれやな、あるよな。だからまあ家で保管できる、まあ、目覚まし時計とかでもいいやん。自分の声が入ったやつ、それはなんで。ああ、録音してる、起きろよって。なんで明太子やねん。なんで明太子やねん。なんで明太子やねん。あ、いや、それで気持ち伝えて、うん、あ、そうやん、いいな、うん、目覚まし、目覚まし、目覚まし時計、うん、時計。こいちゃんとかはプレゼントとかあげたことあるの、女の子。俺、女の子に、俺あげたことあるで。お、お、え、俺でも身につけるもんばっかあげてた。何？何よ。え、まあ、高校の頃は、うん、ニット帽、おお、ヘアリング。おお、え、つけてなかったこれ。つけてた。こいちゃん、つけてなかった、ね。誰とのペアなそれって。俺はつけるのあんま好きちゃうから、とりあえず買ったっていう、あの一緒のやつやね、形だけ見せたかった。おお。でユニバに連れていく。おお。え、今日一日でやったの？一日やった全部。うわ、すごい。なんかね、サプライズ、隠れたサプライズ、かっこいい。頑張ったな、あの子、あの頃は高校生だった。すごいな、うん、なるほどね、さすがこいちゃん、うん、何がいいかな、まあじゃあなんかチョコに包むでいいかな。チョコに包むしな、か、まあ、結論そこやで、まあ、目覚まし時計にさっき言ったみたいに、うん、あの自分の気持ち伝えたりという感じで、そういう感じでね、はい、じゃあ続きまして、はい、どうぞ。お願いします。はい、はい、ラジオネームのんちゃん、のんちゃん、はい、いつも応援してます。お、ありがとうございます。相談なんですけど、はい、年齢イコール彼氏いない歴の22歳です。うん、お、うん、学生時代友達と飲みに行けばもう結婚していたり彼氏がいたりで、わかるわかる、わかんの、わかる、あ、違う違う、彼女ってことね、彼女、うん、奥さんとかね、そうそう、いっぱいおって、で私が彼氏が未だにできないって話すと嘘やろって言われる、あまり恥ずかしいって。なるほど。で高校が女子校で専門学校は栄養士なんで女子が多くて、今の職場でも既婚者だらけって、うん、で紹介してもらって遊びに行ってもグイグイ来られたらあわあわなってしまうので、うん、でカナブンの皆さん恋愛慣れしてますか。悩んでます。どんな質問なんやねん、恋愛慣れしてますか。だからまあ、そう、恋愛に慣れるのはどうやったらいいですかみたいな。でも22やろ、22歳、うん、一番でも出会いありそうな年で、でも出会いっていうか、まあ、紹介してもらっても、うん、やっぱあわあわしてしまうって、うん、その多分免疫苦手なんじゃない、うん、そう、女子校やったら多分そうやな、うん、思うんやけど、なんかタイプの似てる人間と付き合える気がする。俺経験談、経験談じゃない、俺とタイプ似てるやつなんかおらんやん。唯一無二、唯一無二、唯一無二、そんなこともないやろ。まあ例えばそう、うん、おどおどしちゃうんやったら、うん、おどおどしちゃう系男子とかおるやん、うん、おどおどしちゃう系男子、なんか、なんかそういうあ、だから人たちとこう繋がれる気がする。なるほど、そんないきなりウェイみたいな感じの人を紹介してもらうんじゃなくて、うん、もうちょっとおとなしい人を紹介してもらったり、そう、おとなしい同士でなんかこうたじたじしいやり取りとかをこう2人やったらなんかどんどん溶け込んでいってっていう、うん、まあ、その人を見つけるのがまず難しいんやけどね。どこで見つけたらいい。あー、うん、そっか、そこよね。だってさ、うん、なん俺らも出会いなんてまあそんなないからね、ないやん、うん、
何、誰が教えてくれるのかな、このどこ で人と出会えるかっていう問題、うん、そこめっちゃ難しいよ、ね、なんか友達、仲いい友達がおって、その友達にもう一人男の人がおるみたいな環境が一番いいとは思うんやけどね、友達の友達、ね、喋れる友達とおって、でそのプラス一人男の人がおるみたいな状況をこう作ってもらえたら、そうか、なるほど、馴染めるとは思う。さすがです、さすがです、さすが恋愛マスター、マスター、これ聞いてるみんなももう大喝采ですよ。そうですね、恋愛マスターね。じゃあね、恋愛へのね、うん、質問相談リクエストは何でもいいのでメッセージをお待ちしております。恋愛だけじゃん。何でもいいんでね、全部ね、カナブンへの質問相談のリクエストは何でもお待ちしております、はいはい、お願いします、はい、スーパーエディションのホームページから送ってください、はい、URL は www.jfn.jp/se です。あ、言えた、はい、抽選で5名の方に花分サイン入りポスターをプレゼントします。はい、はいはい、というわけでございます、はい、では次の曲、これもアルバムタイマーから一、はい、曲聴いていただこうと思います。では聴いてください、花分ターミナル。お送りした曲はカナブーンターミナルでした、はい、続きましては、はい、カナブーン大喜利。イエーイ、大喜利、そう、ね、我々ミュージシャンですけども、はい、あのあれよ、去年の夏に、ね、うんうん、地元大阪でよいせよいせのただい祭りっていうのがやりましたね、ママライブやって、それでサブステージで大喜利をやったんで、やりますよね、多分そこからいろんな情報がねじれてねじれて、カナブンは大喜利が得意だみたいなことに多分なってしまって、ね、大阪出身やしみたいな言われた時ちょっとビッグいったよな。いやみんなできると思うなよって。まあでも精一杯面白おかしい回答をしようじゃないかと、頑張ります、はい、そう、こうなったら頑張るしかない、この箱があります、はい、ありますね、でお題が箱の中に入ってますから、はい、なるほど、でこれを引いて、はい、それぞれ回答しましょうということですけども、うん、じゃあまずは俺から、はい、お題いきます、はい、アマゾンが始めた意外に不評なサービスとは。おお、難しいですね、何、ね、やろな、アマゾンよく買うからね、アマゾンは、うん、ネットで予約したら届くってやつやね、ネットで買い物ができる、ネットで買い物できるサービスで、うん、不評なサービス、不評な、はい、いきます、はい、アマゾンが始めた意外に不評なサービスとは、届けてくれる人の年齢が選べる。意外に20代がもう空きがないっていうバランス悪くなっただけっていう、ね、じゃあ俺行こうかな、はい、Amazon で購入すると、うん、ワニプレゼント。いやいや、困るし、 Amazon だけにね。なるほど、うまいんちゃうか、 Amazon かぶせ、 Amazon ね、これが答え出てないよ、うん、Amazon、あ、まあ、全然おもんないなと思ったんやけど、大丈夫大丈夫、他、うん、そういう保険かけるな、はい、はい、段ボール無梱包サービス、そのままで来ちゃうって ね、それは嫌じゃない、それは普通に意外と、まあ、嫌ですよね、嫌じゃない、嫌だね、嫌ですね、これアマゾン番組制作側もあれこのコーナー失敗やったかなって思い始めてるこれ。はい、いきます、マグロが、アマゾンが始めた意外に不評なサービス、注文したらファミマでも買える。注文したら商品がってこと、はい、増えるんじゃんファミマに。いらんねえ、これ違うな、全然分からん、全然伝わってこないねん。次のやついく、じゃあ次のやついく、なんかもうでもなんかもう、はい、来るもんがある、楽しくなってきたら、もうだんだんもう行くしかない。いや、おぎりってこんなむずいかね、はい、笑ってくれる人なんかで、お題、具志堅用高はこの世に2人います、あと1人は何をしている。何やねんそれ。いや、おらへんよ、おもろいからな、お題がおもろいからな、はいはい、具志堅用高は2人いますのもう1人はスパーリングの練習相手、はい、自分と戦える、自分と戦えるっていう、バランス良すぎるやろ。なるほどね、あ、じゃあ行こうかな、おう、具志堅用高は2人います。、はい、もう1人は何をしている、1人はボクサー、はい、1人はあの沖縄の観光大使。どっちもやってるやろ。あ、どっちもやってるのか、まあ、これガチで仕事分けてるってこと。そうそう、2人でやってる。なるほど、あれじゃあ、はい、何でしたっけ、具志堅用高はこのように2人います、あと1人は何をしている、茨城県のアナウンサー。何してんの。何してんの。バレてないっていう。あ、実は普通にやってるって。このようにもう一人いるパパイヤ鈴木は、パパイヤ鈴木間違った、アフロ違いやろ、マジか、アフロ違い、別人別人、間違えた、ごめん。どこ間違えた。髪の毛しか見てへん。全然違う、全然似てへんからな。はい、どんどん行きましょう。こいちゃんどう、
じゃあ適当に言おうかな。適当に言おうかな。そんな正気で言うか。具志堅用子はこのように2人います。あと1人は何をしている？屈伸。あの物理的なもん。いや絶対絶対もう一人もしてるし、それはずっとしてんねや。なるほどね。ずっと屈伸してんねや。もう一回いきますか。もう一回いこう。もう一回じゃあ飯だ引いて。はい。あ、いいですね。ちょうどこんな武道館は嫌だ。はい、まあ、ワンもやりますから。嫌ですよ、こんな武道館は嫌だって。はい、ね、お、はい、アリーナぬるぬる。ちょっと楽しいよな。あの全席指定で全部空気椅子っていう。ひっつ。やばい、それやばい。時間もないやん。こんな武道館は嫌だ。天井が126カッケ。ほぼ丸やん。ほぼドームやん。丸やん。全然意味ない。あ、じゃあ俺いきます。はい、はいはい、こんな武道館は嫌だ。俺らが曲やる前にあの事前にサビの前のセリフとか言うっていう。ターミナルとかやったら、そう、もう一回言っちゃうっていう。もう一回、もう一回って言っちゃうっていう。あるね。じゃあラスト。次でさ。こいちゃん。次で最後。パンチいいのちょっとやってもらう。勢いで行くしかないな。行こう。はい、じゃあ最後行きます。こんな武道館は嫌だ。全員スキンヘッド。嫌やわ。そんなワンマン嫌やわ。マジで全員な。全員。スタッフからお客さんからメンバーもやなんでやろ。なんで俺ら巻き込まれなあかんねん。はい、というわけで、はい、今回の優勝者を、スタッフさんが決めてくれるそうです。いや辛いですね、これ優勝者決めるのは。じゃあいいですか。非常に低レベルな、今回のこの大喜利大会、はい、優勝はすごいな。すごい、すごい。ちょっとわからなかったよ。ちょっと一瞬誰がわかるか。チャウィーンだぜ。すごいな。うん、どう、はい、やる。いや、まさかね。優俺優勝でいいんこれ。なんか、すごいチャンスもらったから。チャンス最後のチャンスもらった、ね。まあでも、あでもまあ仕組まれた優勝みたいな。でも、こいちゃんが一番面白かった。面白かったよ。面白かったよ、完全に。じゃあ、こいちゃんに負けへんように、俺ら3人も頑張りたいと思います。そうですね。うん、頑張ろう。次はね。じゃあそんな優勝者こいちゃんから次の曲紹介を、はい、曲を次もアルバムに入ってる曲ですね、はい、聴いてください。カナブン生きていく。カナブンプロデューススーパーエディション。カナブーンがお送りしていますスーパーエディション。この時間はリリースされたばかりのセカンドアルバムタイムを紹介していきたいと思いますけども、まあこのタイム、時間っていう意味がありまして、まあ過去であったりそして現在、未来、もういろんなそういう時間軸を、曲で切り取った、全12曲入りの、作品でございますけども、はい、全体的にこう、カナブーンのね、ファーストからの成長が、見えるアルバムとなっておりますね。はい、まあカナブーンをずっと知ってくれてる人は、あ、カナブーンを好きで良かったなと思ってもらえる一枚と思うし、まあこれで初めて出会うっていう人にもそのカナブーンの魅力というか、カナブーンはこんなバンドですっていうのがダイレクトにすごく伝わるアルバムやと思いますね。はい、はい、でまあ中身としてはもちろん素晴らしいものができましたが、あのジャケットも、アートワークっていうのもすごい、そのテーマ時間っていうテーマに沿って、まあ、昼夜が、反転してたり東京タワーが写ってる、ね、写真がそれの文字の部分が昼夜逆転してたりとか、なんかそういういろんな面白みも中身もね、その歌詞のところとか、そこに挿入されてる写真とかも面白い、仕掛けがありますので、はい、ぜひとも CD を買って歌詞カードも見ながら、聴いてくれたらなと思いますが、次に聴いていただく曲がですね、はい、2曲目に収録されてる LOL という曲ですが、LOL、はい、はい、まあ、古賀の、ギターがブリブリに、そうですね、ブリブリにいってるね。その、まあ、1曲目のタイムアウトもそうやねんけど、こう2曲目って意外に難しくて、1曲目と2曲目両方飛ばすってなると、毛色の違う勢いのある、勢いのある曲を作らなきゃいけないっていうので、まあ、ちょっと難航した部分はアリーの、でもこうギターがブリブリいってるっていうのは絶対、まあ、前提であって、
それをうまいこと混ぜれて、うん、なおかつこの曲ってさみんなが遊んでるじゃないけど、うん、結構、うん、ドラムとかもね、うん、そうそうそう、なんかいろんなアレンジをそうだ、うん、入れてるってので、うん、なんか俺もやりやすかったかなこれは、うんうん、1番と2番でそうテンポの取り方が変わるから、そうそうそう、すごい展開的にもすごいこの曲面白いし、うん、なんか音的にもなんか勢い出しつつノリも出してるからすごいなんか、うんうん、ベースともいい絡みができたなっていうのはすごい思うから、うんうん、すごいカナブーンとしての、うんうん、こう筋肉質な、うんうん、こう、まあ、2014年で仕上がった姿みたいなのが一番見える曲でもあると思います、うんうんうん、では聴いてくださいカナブーン LOL。お送りした曲は LOL でした、はい、まあ、LOL っていうのはラフアウトラウドっていう言葉の略で、うんうん、まあ日本でいうところの、うん、あの文末につける W とか、あ、まあ、カッコ笑いとか多分そっち系の英語圏ではそういう使い方すると思うんだけど、うんうん、まあそういうちょっと皮肉めいたような、うんうん、あの内容であったりっていう曲でございます、はいはい、続きましてはアルバムもちろんタイムから、もう一曲スノーグローブっていう曲を聴いてもらいますが、はい、これ飯だが、はいはい、お気に入りの曲、一押しの曲ですね、うん、これは結構まあ2014年の中盤ぐらいから中盤から後半にかけてできた曲やねんけど、うん、でこれを結構まあカナブンらしいっていうか、まあ、結構王道パターンっていうか、うん、この BPM 感とかもこの、 あのドラムのノリとかも結構ドライブ感があって、うん、ですごいまあカナブンらしいっていう、でもカナブンらしいっていう言葉がある自体ですごいもう嬉しいっていうかもう何ややっぱバンドってなんちゃら似てるとかそういうのが多い中で、カナブンらしいっていうのはすごい武器やなと思ってて、俺はこのアルバムができる時にこの曲が入るってなった時にすごいもう大丈夫やって思えるぐらいすごい信用してる曲で、うん、ベースのどこを聴いてほしい、どこをあのハイフレットいくとこサビのサビのサビのサビって2回しあるやん、うん、あれの後半のところで急にハイフレットいって、うん、でそれが基本的に繰り返されんねんけど、うん、ギターソロのところでもそれハイフレットに行って、うん、デーレーンってあのギターが上がるところにもそこもかかってきてて、うん、ちょっと美味しいとこになってんねんけど、ね、これはちょっと聴いていただいて、うん、まあそこはギターを聴いていただいていや支えてるね、譲り合え、まあベースグイグイ来るね、ベースはまあ割とそのバンドの重心の音を支えてるから、うん、普段はあんまりこう意識して聴かへんと思うけど、うん、そういう風にサビでこう、うん、まあ歌みたいにメロディーを弾いてたりするから、うん、まあぜひともぜひとも聴いてほしいところですね、曲紹介お願いします、はい、聴いてください、カナブーンでスノーグローブ、カナブーンプロデュース、スーパーエディション、カナブーンプロデュース、スーパーエディション、スーパーエディション、カナブーンがお送りしてきましたスーパーエディション、そろそろお別れの時間でございます、うん、はい、ね、記念すべき第1回、ね、はい、うん、みんなの大喜利とかこんなさ、もっと鍛えなあかんな、そうこんななんか4人だけでこじんまりと大喜利なんかするの受けてるんか、笑う人がおらん、そうそう絶対滑るか心配やけど、めっちゃでも楽しかった、楽しかったね、まああと3回ありますから、うん、次回大喜利のことだけ考えて、そうですね、だけ描いてね、うん、はい、そんなカナブーンですが、顔も決まっています、はい、ございます、はい、カナブンのトゥートゥルカムトゥルートは2015、はい、夢のアニーラ編というのがまずありましてね、うん、3月に大阪城ホール、ね、大阪城ホール、大阪城ホールね、はい、日本武道会で開催、日本武道館、何やね日本武道会って、はい、日本武道館読むのむずいからね、うん、でこの2公演はもう、はい、即日ソールドアウトということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、でその後は、全国トゥルトゥル編も4月からスタート、全国ツアーです、そう、はい、4月4日新潟から始まり、はい、金沢、はい、仙台、うん、秋田、盛岡、高松、広島、岡山、鹿児島、名古屋、福岡、大阪、札幌、東京と回ります、はい、めちゃくちゃありますね、いっぱい回りますね、でもそうやね、秋田、盛岡あたりは初めて、初めてですね、うん、ライブしたことないから、うん、楽しみやね、はい、なんで詳しくはカナブーンのサイトをチェックしてください、お願いします、お願いします、お願いします、ではではでは、はい、まあ、これからもいろいろバンドのことであったり、うん、音楽のことであったり、うん、恋愛のことであったり、恋愛のことぜひとも皆さんからのメッセージもお待ちしております、はいはい、それではまた来週この時間にお会いしましょう、はい、カナブーンボーカルギター谷口まごろと、ギターの古賀隼人と、ベースの飯田と、ドラムの小泉でした、それではカナブーンでした、どうもカナブーンです。
今回のスーパーエディションをお届けするカナブーン謎かけ。カナブーンとかけて何と解く？カナブーンとかけて大体のお礼の反応と解く。その心は無視。カナブーンとかけましてすっぴん美人と解く。その心はレースが可愛い。カナブーンとかけましてウサインボルト 100m と解く。その心はタイムがいいです。聞いてね。